どうも、あいちゃす。私事なんですが、今、ベロの付け根、左側の付け根にですね、口内炎ができてまして、そんなに痛みはないんですけど、喋りにくいんですよ。滑舌がいつもの3割増しぐらいで悪くなってます。聞き取りにくいかもしれないんですけど、お許しください。ちょっと大きい声があんま出しにくいっていうのがあるんだけど。で、今回はですね、今、塾の相談が非常に増えてまして、今、塾通ってます。でも、コロナは心配です。やめた方がいいかな。でもやめちゃうと学力下がりそうだなっていう不安の方と、塾に行こうか迷ってます。特に受験生なんですけど、周りもちょっと行ってるみたいだしって行った方がいいかな。でもコロナ不安だな。どうしようかなっていう悩みを持ってる方、この二大巨頭で結構塾の相談が来てるので、これについて話していこうと思います。で、結論から言うと、そのコロナのことが心配だな、心配だなって思いがすごい強くある方はですね、今は行かない方がいいなと思ってます。塾に行かないと周りに置いていかれるとか、まだ追い抜かれるとかっていう不安が出てくるかもしれないですけど、その勘違いしちゃいけないのは、塾イコール成績が絶対上がる場所、これイコールじゃないですからね。これは幻です、そう思ってる方は。成績保証なんていう言葉をね、塾で使ってるところもありますけど、成績保証って絶対成績が上がりますっていうことではなくって、入塾、塾に入ります、大体次のテストまでに何点伸ばします、それが伸びなかったら月謝を1ヶ月お返ししますみたいな、そういう制度が多いんですね。だから行けば絶対に上がるわけではないっていうのがまず大前提で思っておいてください。で、それを踏まえて何を言いたいかっていうと、別に塾に行ってなくても成績伸びる子なんていっぱいいるわけです。自分が、統計ちゃんと取ったわけじゃないんですけど、自分が勤めてた塾ってね、大体6校か7校ぐらいの中学校の子たちがこう来てたんですよ、通ってたんですけど、で、話聞くじゃないですか、いろんなその成績いい子の話とか。で、大体トップ10のこの話を聞くと、トップ10の3割ぐらい、10人中3人ぐらいは塾行ってない子とかいるんですよね。だから別に塾行ってるから頭いいわけじゃないんですよ。塾行ってないから頭が悪い、そういうわけじゃない。それ関係ないからね。塾をうまく使いこなせてるどうか、ツールとして、勉強場所のツールとしてうまく使いこなせてるかどうかの問題なので、だから今もし塾行ってる方が辞めたとしても、自分のやり方次第でちゃんと継続したり、維持できたりとか上げることはできるし、今塾に行ってない方も行ったらめちゃくちゃ上がるわけでもない。でも行かない状態のままでもちゃんと工夫次第で上げることができる。それを前提としてまず思っておいてください。少し話がそれるんですけど、塾をじゃあ行ってね、通って成績上がること上がらないこの違いって何かっていうと、さっきの言葉をね、使うんだったら塾をうまく使いこなせるかどうかなんですよ。塾行くメリット、絶対的メリットとしてあるのは、まず出会ったことのない先生っていう存在が1人増えれば、1人じゃないな、何人か増えるわけです。で、あとは、自習感でね、自習室が完備されてるんであれば、その勉強する場所が増えるっていう、もうこれは絶対的な価値としてあります。もちろんいい先生に出会うかどうかはまた別問題だけどね。あとはやっぱり成績を上げるプロなので、計画を立ててくれたりとか、その勉強の舵取り、ここの高校に受かるためにはこういったプロセスを隔てて成績を上げていくと合格に近づくよっていうプロの意見が聞くことができます。だから計画を立てるのが苦手だったりとか、今まで勉強すげえ今自分の中では頑張ってきたと、でも勉強のやり方というか計画がうまくできてない気がするな、なんて思う方は、行くメリットはね、絶対的にあると思う。ただ最初にも話したけど、塾に行くイコール成績が上がるわけではないです。先生がどんなにいい計画を立てたとしても、そこにその本人が努力をしてやっていかなければ、成績なんて絶対上がるわけがないんだわ。先生がこの計画をくれた、この計画を見てるだけで成績が上がるなんてことはないね。そんな魔法のことは起きません。ちゃんと努力をするかどうか、結局そこに集約されちゃうのね。だから塾を辞めてしまったらね、計画を立ててくれる人がいなくなります。自分で立てるしかなくなります。でもノウハウとしては、もし塾に今まで通ってたら、あ、こういう感じでやっていけばいいんだっていうのはある程度分かってるはず、もちろん本で読んだりとか YouTube で、いろんな人の動画で参考にしてもいいかもしれない。あとは努力をすることができるんであれば、自分一人の力で成績を上げることができるので、その心配っていうものが邪魔をするんですよ。本当は塾で頑張れるはずなのに、塾に行きたくないなって憂鬱な気持ちで行ったら、もう憂鬱なテンションになってるから吸収もできないし、今まで入ってきた先生の話も残らなくなってしまう。
だからこいつが邪魔をしている限りはそういう子にとっては塾に行くよりは自分自身で、もちろんそこはね不安も出てくるかもしれないけども、自分自身の力で頑張る、計画を立ててそれに努力のエネルギーを削られないからね、コロナっていう削るものがなくなるから、その努力のエネルギーをそこにぶつけて自分自身で頑張っていく、それでも成績上がるから、志望校受かるから、それでもっていう風に思っといてください。で、塾にね、これから行こうかって迷ってる方、特に今これから夏期講習の話とかもまあ出てくると思うよね。みんなのさ、地域の夏休みがどれぐらいかにもよるとは思うんだけど、で、周りがさ、行き始めるとやっぱ不安になるじゃん。特にこれ中3生の方が不安になるんだよね。初受験だから、人生ほとんどの方が。だからやっぱり塾に行かないと受験は乗り越えられないみたいな風に思ってるかもしれないけど、いやいや、塾なくても乗り越えられるから。だ、結局はさっきの動機の部分、例えば計画を立てる人が欲しいなとか、舵取りをね、こういうふうにこれをやれっていう練習メニューみたいなのを提示して欲しいな、そういうのが思うんであれば、でそこでコロナっていうね、不安で嫌だなっていう思いがそこにあんまないんであれば行ってみていいと思う。多分みんなが知らない世界がそこにはある、まあ、先生にもよるけどね、そこに関しては。だから、まあ、そこの兼ね合いは出てくるんだけれど、いい、周りが行ってるから行かなきゃとか、先輩の話を聞いたらね、みんな塾に行ってたからっていう、周りがっていう動機で塾を行かなきゃっていうのはやめましょう。という感じでね、いろいろ話してきましたけど、自分ももともと塾講師をねやっていて、でその塾に通ってくれれば成績を上げる自信はあったし、もちろんその本人の努力は必要だけど、だから塾っていうのはいい場所なんですよ。まあいい場所じゃない塾もあるけどね、でも基本的にいい場所なの。だからあとは使いようなんだ。動機の部分がすごく大事。こういう風に使いたい、こうなりたいから塾に通うって部分がはっきりしてるんであれば行ったらいいと思います。でも何度も言うけど、コロナっていう不安はつきまとう。それはだって親とか俺の問題じゃないもん。やっぱり通ってるみんなが一番不安になる。そこがすごくネックになるんだったら、そのネックを追いながら通うぐらいならば、自分でね、そこがない状態で家でやってみせるよ、上げてみせるよ、頑張るよっていう風に、ちょっとエネルギーのね、その方向、ベクトルをちょっと切り替えた方が自分は効率がいいのかなと思いますので、まあね、ちょっと参考になったかわからないんですけど、よかったらそんな風に考えて塾選びというか、これからのね勉強スケジュールを決めていってください。